ネイティブとの差を埋める究極のフレーズ10選。こちらをやっていこうと思います。究極のフレーズ。もうそれさえまず覚えればいいってことですよね。もうほぼネイティブ。これ使えちゃったら。え電源抜き。Miss the boat. Under the weather. Wing it. Not that I know of. Vanish into thin air. Touch base with someone. On the same page. Water under the bridge. Tell me about it. In a nutshell.

いやーって<ー>カバーしちゃってるんですけどでも一回習ってしまえば確かにこれあれと置き換えれるなっていうのが出てくるから全然、ね、置き換えてね<ー>その知識を使っていくといいですよね。 が始まりましたイングリッシュスキルセット今回も1月からピボットに加入しました野島さんとお送りしていきますはいよろしくお願いしますどうですかはい。イングリッシュスキルセット前回はねあの千佳さんが、ね、そうですねお越しいただきましていろいろとユーモアの話とかもありましたけども何か実践されてますやっぱり風景アズマインドは<ー>もうちょっとここから大事にしていこうと思いますやっぱ前回はハセンさんが横にいるとか久々に英語喋るとかコメントに何書かれるんだろうとかちょっと考えすぎました<ー>今日は全部取っ払ってなるほど 普段はどんな感じで学習されてるんですか テイラースウィフト聞く <laughs> いつもだね。いつもテイラースウィフトだね。<laughs> すみません、はい。逆にすごいん、ね、だそのその継続力は。確かに今15年以上入、はい、続けております。は主にディクテーションされてるて。ディクテーションってやっぱもう歌を歌う。うあとはその彼女の表現をはわからないところがあったらこう書き出していくとかですかね。はい、今日も勉強していきましょうか、はい。よろしくお願いします。では早速今回の講師をお呼びいたしましょう。英語 YouTube チャンネル熱英語の熱さんです。よろしくお願いします。お願しまお願いします。 今回のゲストはアツ英語のアツさん日本生まれ日本育ちでオーストラリアにてデロイトトーマツに会計士として勤務 TOEIC、英検、t トーフルなどで満点や高得点を連発する英語マスターそしてお隣にいらっしゃるのはネ、うん、ック。 ニックさはじめましてニックスさんと達さんはどういう関係ですか YouTube でねずっと今5年ぐらい一緒に YouTube をまあ相棒みたいなもんだよ間違いないそうだねへえあとあの聞いたところによると芸人さんなんですよねちょっと中途半端にやってるんですけど月1回ぐらい舞台に出てるんですけど今14年ぐらいそうですそうです日本ののそ お笑いが好きで、日本のそのコメディアンになろうってことですか。いや、あの大学のビザ卒業した後に亡くなって、お笑い養成所誰でもビザファイレって聞いて。入っただけですよ。お笑いの道舐めすぎです。舐めすぎ。そう。うん、すぐ売れると思うんですけど、意外と。でも、その代わりに暑さ。確かにそうよね。ユーチでこういうエンターテインメントの世界でもね、活躍されてると。あの、お二人で、その教えてくださるっていうことなんですけど。どんなテーマを。 今日はネイティブとの差を埋める究極のフレーズ10選こちらをやっていこうと思います。究極のフレーズだからそのフレーズが分かるとネイティブと会話して普通に使えてれば、うん、あできるじゃんとか分かってるねみたいな空気になる。その通り。そういうフレーズ。はい、結構フレーズ厳密にいつも選んでますよね。うん、いろんなねいろんな国のネイティブ。 ねうん、アメリカ人だけじゃなくてオーストラリア人も使ってるやつとかね。うんうん、僕らが作ってるその「単語帳ディスティンクションっていうシリーズがあって、うんはい、そういうコンセプトでやっていてその中から今回は厳選して10個選んで持ってきましたんで、えー、じゃあもうそれさえまず覚えれば いいってことですよね。もうほぼネイティブに。これ使えちゃったら全員、えー、<laughs> やる気。ねうん、そうですね。まあこれを作り出したこのバックグラウンドとしては、私が日本でめちゃくちゃ英語を勉強して向こうに留学しに行ったのに、全然ネイティブが使う表現違うじゃんってうう思ったんですね。なので日本で習うような単語や表現とネイティブが使う表現のこのギャップ、これを埋めるような、うん。うん 存在として、まあ、ディスティンクションっていうのがあってその中から今回フレーズを厳選しててやっていきます確かにあります,、うん、ますもんね海外行って、うん、その全然あれ今まで受験英語で勉強したものを使ってないじゃんう、うん、そうですねあとやっぱあのアプリもあるんですけど結構なんかリスニングはよくテストが「うん、I went to the store and bought some coffee」みたいな、はい、僕たちいつも「I went to the store and bought some coffee」みたいなネイティブのスピードで。<う> 確かにあんなに綺麗に優しくゆっくりと喋ってくれる日常会話なんてなかなかないですよね,そう,すよねそうかあとなんかネイティブならではの絶妙な早いしかも聞いたことある単語なんだけど全部合わせて言うと何言ってるかわかんないみたいなの結構私多いんですよね、うん、まさにそのフレーズはそれですあのみ、うん、皆さんは聞いたことある単語なんですけど使い方によって意味が全然変わるみたいな、うん、へー そうか。だからその単語自体はそこまで難易度高くないっていう中学生でもわかるんじゃないですかコンビネーションによって意味が変わってしまういわゆるイディオムって呼ばれるものが多いですね。らことわざみたいなはいぜひじゃあその究極の10フレーズですか教えてくださいやっていきましょうじゃあ一つ目はいこれですねミス・ザ・ボウチミス・ザ・ボウチミス・ザ・ボーチ まずはこれどういう意味かっていうところからぜひ当てていっていただきたいんですけれども知ってたりしますかそもそも知ってますこれかなっていう答えはありますわ、うん、私じゃ分からないので、うん、ちょっと勘で言っていいですか、うんはい、こだからそこから考えたらチャンスを逃した<ー>機会を逃したのどうですか野嶋さん。 私もそんな感じだと思ってました。例えば、えっとテイラー・スイフトのコンサート行かないっていういつもテイラー・スイフト。ああ行ってきたよみたいな言われたときに、うーん、I missed the boat って言ったら、いや行けなかったみたいな、そう逃したみたいなイメージ。なるほどなるほど。発音めちゃくちゃうまいちの。ええ、本当ですか。正解はもうまさにそうです。チャンスを逃す。Missed the boat。例えばどんな英文がありますか。 I always m i s s the boat とか、うん、I m i s s the boat a n d investing in that company とかね。ああ、投資しそびれた。そうかそうか。うん、チャンスを逃す。そうですね。確かにだからチャンスを逃すって英語で言おうって思ったら、チャンスとか、うん、そオポチュニティみたいなのを使いたくなるんですけど、こっちの方がネイティブは結構使ってるというか、自然に出る。 I miss my chance とかでもありだしミス・ド・ボーってでもありだしおしゃれですよねやっぱり少しインダレクトな言い方をすると面白いですよねでもこれ僕今日教わらなかったら意味わかんないかもしれないですもしクさんに普通に「ミス・ o ボー」って言われて「ミス・ド・ボー」って俺んか船を乗ってきたかなみたいな感じになっちゃってついていけないかもしれないから知っておくのが大事って思いますねでもこれめちゃくちゃ使えますねみんな。 ボート系の表現は結構多い。乗り物と馬が意外と多い馬も多いですねーイからそうそうでも乗り物とかうんほかでも似たのだったら「That ship has sailed」「That ship has sailed」「あの船がもう行ってしまった」っていう「Sail」何でしょうか シェプハス・サイエル・ダッシェプ・エス・サイっていうのはもうそのセール・サイエル・ボッをも言っちゃったっていうそういう表現もできるってことですね使い方がちょっとだけ違うけど大体「ship has sailed とか「最後に言う」とか「ああ、バッタッ h ェプ・ i ス・エ a エス・そう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 。 That ship has sailed She asked me to marry her three months ago And I said no, but that ship is sailed とかああ、すごい後悔の念が感じられる言葉ですね最後にちょっとこう添えるとね、かっこいいですね続いて、次 Under the weather Under the weather? 私たち人類は Under the weather ですよ確かにいつも直訳するとでしょね、だって天気の下にいる あわ分かったあこれ当たるかも。あの、あれだ気まぐれみたいな意味じゃないですか。だから予想できないみたいな。天気結構コロコロ天気って変わるじゃないですか。雨降ったり晴れたりとか。だからその、これはちょっと予測できないねみたいな意味合い。ありそう。違うちょっと例文言っていいですかああやってほしい。I'm a little under the weather today, so I think I'll go home early. あどうですか。あそういうことそういう使い方。I'm a little under the weather today, so I think I'll go home early. 今日はアンダーザウェザーだからちょっと家早く帰るね。あれじゃない体調が悪いか。体調が悪いか。それです。正解。はい。あ具合が悪いっていう知らない知らない。ウェザーっていうのは悪い天候のこと。いうですね。言っててこれもだから船ですよね。船に乗ってて悪天候の中にいる。 元にいる<ー>下にいるということでアンダートウェーダーでそのインフルエンスのもとにあるということで具合が悪くなると船酔いしてしまう具合が悪いっていうことですね。普通の英語で the weather っていうときはアンその悪天候のことを指すわけではないんですかね？そした bad weather。れは bad weather, れは bad weather なんだ、うん。このこの三つになったときだけウェーダーは悪い方向に行くの？そうです。アンダートウェーダー 不思議。めちゃくちゃ使われてて、私もそのオーサリー働いてた時とかに部下から朝テキストが来て、I'm a bit under the weather today, so I can't c o みたいな、はい、いうことをよく言われてましたね。あ、じゃあもう I'm sick とかじゃないんですか？I'm sick も使えるんですけど、これもよくこういうの出てくる。はい。知ってないとやっぱりわからないですね。 あ〜面白い。なっちゃうもね。よく feeling a little under the weather とか a little たす人がね。a little under the weather とかね。面白い。は面白い。はい。セクとは違います。セクはもうはっきり本当に具合悪いっていうことなんですけど、under the weather はちょっとその間みたいなあん別に最悪ではないけどちょっと具合が具合悪くなりそうだなみたいな。なるほどね。それって二日酔いの時とか。 それでも使える使える使えるんじゃない ?I drank too much last night, so I'm a little under the weather. それも使える。全然ありです。ハンドオーバーの代わりにも使えます。ああ、面白い。じゃあ次は、ウィンゲ。ウィンゲ。ごめんなさい、私、わかります。わかるわかんないな。私が苦手です。苦手めっちゃ苦手です。なんだろうちょっと例文。例文。I didn't even read the script for this show, so I'm just gonna wing it. I didn't even read the script for this show, so I'm just gonna wing it いいじゃないですか If you don't know the answer, just wing it あっえ、気にするなみたいなことえ、違うか苦手っていつもそうなんです私がいつも苦手そうにしていること、それは全部でしょバレてました全部バレてるでも特に一番苦手ですね It doesn't matter if you're right or wrong, so just wing it 違いや、すやってみたいなことうんうん近い Just wing it 自信持ってやれみたいななこと違あ、そう、んか私のイメージはっていうイメージ間違いなく「ノープランでやってみな」みたいな何も準備せずに即興でやりなみたいな即興でやる。 アアドドリリブブとかね <laughs> <う>さんは確かにね <laughs> 下手くそだもんね。すまこの時の「おえん」っていうのは「はね」っていう意味ではなくて、はい、そのステージとかの,その両端の,あの脇の,あのカーテンのある部分ですかね。ね、はい、大袖っていうんですかね。で、えー、そこでセリフを頑張ってこう役者が覚えたりしていたその場でとか <laughs> 何を言おうか考えてたっていうのがまあ語源だっていうふうに言われてますらなかった例えばね。

宿題とかでもありかもしれない。あの、I didn't read the book for the homework, so I'm just gonna wing my essay とか。うん。な y で、s つも、いつも、いつも、いらなくても使えな wing it の方が多分多いかもしれないですけど、全然、ね、通じます。例えば、即興でやるのが私苦手なんですっていうときに、I'm not really good at wing っていうのが。あ、wing it。I'm not really good at wing it.winging in, g w i n g in. あ、w i n ing がつくのか。そうか。 僕が例えば即興でやってくるよみたいなのは「I'll wing it」って言えばもうそれだけで即興で行くんだみたいな感じにもなるってことですね。にも面白い表現で「play it by ear」っていう「let's play it by ear」「by ear」「play it by ear」のニュアンスは例えば友達に電話して「来週の火曜日の夜空いてる」って聞いて友達が「いや ちょっと借りて仕事を入ってもよくわかんないんだよなって言われたら、あれ、うん、right, Let's Play It By Ear, Let's Call Again Maybe on Monday とか、うん、Play It By Ear はなんか、そんなスケジュールに書くんじゃなくて、はいはい、とりあえず、その時決めようっていう p l a y it By Ear ですね。あ、Played By Ear。

星本さん分かってるこれはね、わかりそうですね。テイラー・スイフトのインタビューとかを聞いてて出てきましたねテイラー・スイフトマニアなのでテイラー・スイフトが言ってたってことテイラー・スイフトが一回でも言ってたら、たぶ私分かっちゃうんだと Not that I know… Not that I'm aware of… とかもあうのね Not that I'm aware of… とか、Does she have a boyfriend? Not that I know of… とか知らないってこと知る限りです自分が知る限り そうじゃないと言うことですね。よく使うんですか、うん、めちゃくちゃ聞きます、ね。<ー> Is there any sushi restaurant nearby?、うん、Not that I know of. と h i s,、うん、<S he replied yet? Not that I know of. これじゃあその I have no idea みたいな返しよりもこっちの方が のアアイデは若干強失礼でもないんですけど知らないそっちの方がちょっとソフトな感じでまあそうかもしれないよねっていうちょっと自信のないようないはい、少し柔らかいですよねフッほんとですねまさに自分の持ってる情報から考えて答えがノーではあるんだけど確実にそうではないもしかしたらイエスかもしれない。

ブリッジは橋でしょのの橋の下の水。うん、川やん。うんだね。<laughs> これ絶対、絶対わかると思う。<laughs> 川っていう意味では、もちろんないんですよね。っ,っていうわけじゃない。ウォーターランド。川の状態をイメージするとわかりやすい。日本語はすごい似てることわざあります。<laughs> あ、わかった。えっ、ー、と、ステーブル、えっ、ー、と、波が立ってないとか、こう。 違います。はい、すみません。穏やかみたいな意味かと思った。海とかは荒れてる意味あるけど。なんかでも、そこから由来するイディオムはあれよね。そうなんだ。でも、これは違うんだよな。ウォーターアンダーザブリッジ。橋の下に流れる水。じゃあ、あつうおずみは100バックス。But that was last year, so I guess it's just water under the bridge. とか。えええ？あれじゃないうん、水に流そうか。 ああ。<ー>そうですね。はい、すはい。あ、終わったこと、<ー>過ぎたこと。I'm not angry anymore. it's water under the bridge. あ<ー>。あ、まあ、まさに、だから、まあ、水に流すっていうのが日本語の。そうですね。表現と、うん、いうことですね。 I broke up with her a long time ago. It's water under the bridge now, とか。It's under the bridge. 喧嘩の後によく言うその人に。No, no, forget it. s water under the bridge. Let's move on, とか。そうだね。過ぎたことだよ。とか、What's done is done, とか。ああ、いいね。It's water under the bridge. It's water under the bridge. はい。気にしないで。じゃあ次行きましょう。Touch your bass with someone. これめちゃくちゃ聞いたな。 これ私も電話で聞いた言葉ある。あ,お<お>あり。あ<る>電話で、うん。I m touching base with you about なんとかみたいな。ない電話で。うん。ね。なんか電話かかってきて。どうしたんですかって言ったら。I m touching base with you about blah 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 っていうのを、なんか言われた記憶が一回ある。分、うんうん、かんないですね。初めて聞きました。touch base。touch base。ちょっと例文を。

言われてますね My ideas are starting to take shape, so I'll touch base with you next week Touch base はそんな長いミーティングをするよりちょっとパパッと連絡するみたいなそうです<は>あ、なんかそういう表現でも使うんですか Touch base、うん、みたいな感じでなんかちょっと短くやろうぜみたいな Let's l e touch s t base when we get a better idea of our schedules とかみたいな感じへ<ー>ちょっとキャッチアップしようみたいな感じそうです、うんへ ベース中に使うと。野球もめっちゃ多いよね、やっぱり。野球はね、h e fly とか、l e レフ・ f ィール d とか、レフ・ f ィール d だったら、突然っていう、アド・レフ・フィールド。えそうですよね。ニックスコメン t came out of left field。だから、ニックは全然関係ないこと言っちゃったっていう。いや、思いもよらないところからっていうようなイメージ。 でもそれはもうまさに野球の表現ってことですもねレフトフィールドそうですね結構多いですよねオン・ザ・フライはその場でっていうオン・ザ・フライまあちょっとウェンみたいなもんだねオン・ザ・フライオン・ザ・フライ I made my presentation on the fly 即興で即興でそうオン・ザ・フライオン・ザ・フライオン・ザ・ fly って FLY? FLY フライボールのフライのその場で知らなかったやっぱアメリカ人っぽいね こう野球、野球とか船とか、じゃあ続いてはこれはでもさっきのあの船に近いんじゃないんですか？そのオンダセンページ違う？その要は同じとこにいるよみたいなことじゃないですか？オンダセンページインザセンバウチと似てるっていうことですね。ああじゃないちょっと違うちょっと違うかもしれない。えあ違うの？

ウェイイブレインス。だから、ちょいな。ウェイブ、波 v a n i n g the thin a i r e t a r v a n i n g the thin air.Vanishing the thin a i r v a n i n g the thin a i v i s g the a v a n i s h i n g the t h i a v e n i s h i n g the n g the t a i v e t a v a n i n g the n g the t a i v e t a v a n i n g the thin air.Vanishing the thin a i r v a n i s h i n the thin a i r v a n i s h i n the thin air.Vanishing the a i n t o は a i r v a n i s h これなんですよ、thin air。薄い空気。薄い空気なんてあります酸素の薄い中に消えていく。あ、そうか、だから。こんな言葉やね。勘になっちゃうけど、存在感がないみたいなこと。お近いですね。お近いあ、すごい。え、じゃあ、吸い込まれちゃう。ちょっと例文あげていいかな。We were gonna pay the check for dinner, But when I pulled out my wallet, it was like my friends vanished into thin air. ,とか. Oh, ちょっと難しい。it's like my friends vanished into thin air. It's like my friends vanished into thin air. It's like my friends vanished into thin air. Yeah, I can't find my keys. It's like they vanished into thin air. Oh, yeah. Puff! NUCK SHUT TO THE 近いですね。そう消えちゃったって。消えちゃった。そあそう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 僕は払っちゃうことになっちゃったっていう友達が払いたくないからみんないなくなってスうイク、そういうそ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 う o うそ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  t そ o そう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  t うそ t そう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  i うそ i r う o うそ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 う o う 1時間かけて書いたコメントがなぜか一瞬で消えたんでああそっかだから結構そういう作業とかでもいいそうですね<ー>、うん、せっかくやったのに消えちゃったよってこれも面白いね「The moment I saw the exam my confidence 本当に物理的なものじゃないんだいいんだないといか。 なんだ何でだろうね。うん、ねまあ thin air っていうのが何も存在しない場所っていうことの非表現らしいんですけど、うん、うなんもう何もないようなところにパッて消滅してしまった。たーってよく言いますね<タッ>ちょっとマジック、ま、魔法とかの響くもなんかね、はい、マジックワンとかね。なるほどね

TELL ME ABOUT IT 普通に使います教えてよみたいな意味でで、ここはそれじゃない意味ここそれじゃない意味があるんですかなんか普通の使い方もあり普通はその TELL ME ABOUT IT って言ったらそれについて教えてよっていうのもありますよねこれはちょっと違いますこれはなんか女子会で使いそうな確かに TELL ME ABOUT IT 例えば女子会で

教えてもらわなくても明らかなことなおにあえて教えてっていうことで激しく同意してるっていうことを示すっていうことなんですよね、うん、リアクションってことですかこれはそうリアクション、うん、こういうのめっちゃ英語例えば You could say that again とかたまに言うよね、うん、それももう一回言えるぐらいっていう You could say that again とか本当それっていう

でも一回習ってしまえば確かにこれ、あれと置き換えれるなっていうのが出てくるから置き換えてね知識を使っていくといいですよね<ー>忙しいみたいな会話も、ね、よくしますしね、うん、だからそういう時に言ってみよう。

もう、用はない違います。ああ、かだから。確かに。ああ、もう。でも、面白いですね、その考え。もでも、ナッツシェルに入っちゃってるってことは。お、お、うん。もう、いい。弱い。うん。ナッツシェルに入っちゃってるってことは、もう。あ、わかった。ブリーフブリ。おお、そうです。バッチリ。シンプルに言う。シンプルに言うと。 ようする。ナッツの殻ぐらいちっちゃいところに入れてと。なので、要約すると。手短に言えば、簡単に言えばっていう感覚ですね。To sum up って。To sum up。In sum up。うん。インサマリーとか。それと同じように使う。同じですね。How'd the meeting go?We discussed quite a lot of things, but in a nutshell, we're going to try and expand to Asia とか。簡単に言えばってことですね。 これあの s ン n t e の一番最初に言われる nutshell とかって言った後に言うのか最後に in a nutshell って言ってもいいのかどうか。あ、でもこれは例えば how d the m e a n i n g go? In a nutshell, we discussed a lot of things, but we're gonna try to expand it. えじゃあでも別にそこまでおかしくない、ね。全然問題ない。要するにって要するに言うこ、ん、とができるでね。There's a lot of advice I could give you, but in a nutshell, don't spend too much money とか。あ、それも言ってるんだ<ー>

これでもわからないな確かにこれは出会わないとわからないですね、うん、なんかこういう表現にたくさん出会う必要があるっていうことですよねで本当に面白いのがこういうのを一回知ってしまうと、うん、聞いた時にビビッとこうアンテナが発生気づくことができるんですけど、はい、自分で学んでおかないとうん、うん、雑音としてどんどん後ろにいってしまうんで、うん、実際知っておくっていうのはすごいやっぱり重要なんですよね知りたいんですよ知りたいけど どこでこ、どこでこれを知るんですか?。これはディスティンクションっていう。<laughs> 単語帳がありますので、ぜひそちらを。よい使ってください。 そうかだからこういう表現も実際こうエンタメ作品とか日常会話とかにたくさん出てきてるんですけどその重要性がわからないとまさにな流しちゃってたっていうことですね。多分出てきてますよね今までの学習の中でもフレンズに100話出てます。出てフレンズとテイラーする人はすごい、ね。本当にそうなんですね。えー、かだからまあこういう言葉を使うやっぱり使ってみた方がいい。 いいんですか、うん、あの一回覚えたらちょっと口に出してみるとかその方が次に聞いた時にもパパって意味がわかるようになる、うん、に普段使っている言葉っていうのは一瞬で理解できるようになるそうかそうかいやネイティブ力上がった今日すっごい楽しかったいや上がりますねあとこういう確かにクイズ形式とかであ,<ー>あの出るとなんか楽しいですよねそうですね驚いたのがやっぱり本当に繰り返しになりますけど 単語単語は別に難しくないっていう、うん、うん、すごい多分中学生英語でも、ですよね、全然どの単語見ても全然難しくはないんですけど、本当ですね。でその単語からまた 派生させててて覚えいいくっていうやり方ももできますもんねバ、うん、ニッシュの意味を買ってうん、うん、そこから例文作るとかねさっきだから「ウィンギ」の代わりで「オン・ド・フライ」とか「プライ・バイ」とかも言えるしうん、うん、みたいな話とかあったと思うんですけど、うん、そうやって頭の中に入れておけば、うん、さっき「ウィンギ」使ったから次こっち使おうみたいなうん、うん、そういうこともできるし、うんうん、楽しいねこういうのが分かるとより楽しくなるねまさに。 生きた英語ですね、ね、うん、こういういのは、ね、でもやっぱそういう言葉の意味をしてで実際にアメリカの映画とかドラマを見て、うん、文脈の中で何回も聞くと絶対覚える、ねはいうんでそれすごい大事だと思うで、使い方も分かる<ー>この人たちはこんな感じで使ってるからじゃあ使ってみようって。 We are on the same page. We are on the same page! うこ楽しかった。これでもう覚えましたかね。これや使ってみるってことは間違いない。いや、本当面白かったです。なんか英語のまたちょっと違ったアプローチですね。学びというか。楽しみながらこういうふうにどんどんあの知識を増やせるんで。もっと知りたいという方はチャンネルを見ればぜひあぜひ。お願いします。アツさん、ニックさん、ありがとうございます。ありがとうございました。 ネイティブが知ってる語彙文構造、文法や発音の知識ってものすごいので,でそれを自然に向こうが使ってくるってなった時にこれだけの知識だったらやっぱり理解することができないんですねじゃあ定量的な定義ってどうしようかっていうところなんですけれども、うん、アイレツになるみたいなトフル90ぐらいやってまあ一つこう指標として指標として考えるべき、うん、知識を使うっていうのが英語はできるようになるっていうことで知識ってじゃあ一体何なのかっていうと 発音、うん、文法の知識、うん、そして単語の知識、うん、で発音と文法って終わりがあるんですよ知識量に関しては発音文法が終わってしまえば単語だけに集中すればいいってすごい整理された学習になるじゃないですか,か、はい、で今回話したこの英語学習の最適なアプローチについては